こんばんちは、キシトです。カオスデッド、続きやっていきたいと思います。さあ、3B の鍵を手に入れたから、3B に行こう。ここだな。おう、JK ゾンビがいるね。ダイヤルロック？わからんな。見ていない。お、これか？数式？J たす J たす A イコール23。うん、これはあれだな、トランプだな。ジャック11プラス A イコールは23とか、トランプだね。邪魔だなこいつ、倒すか。あ、這いずりになったりするんだ。回復しよっか。どうすると、はじめ3だね。3 0 1、ん、あ、1じゃなくて18か。3018だよね。じゃないかな。あ、だよね。学食の鍵を手に入れた。オッケー。学食反対側なんだよ。行きまーす。ブーン。レベルとか？結局どうなんだこれ。弾が29発。こっちからいけないんだ。学食、ここだ。いるなおい。学食だからなんか弓かとしても、回復、これ板か。大きな板が落ちてる。使えそうね。はい、これ話してる時もさ、来るからさ。経験値低っ。今の1体倒して、175あったね。6？ 経験値6しかもらえないのこれ。パねえな。倒しまからない限り、これレベルは1も上がんねえぞ。それとも張ってるやつに関してのみ、ゾンビによって経験違う？いや、これにすら、今入るか？いや、レベル入んねえじゃん。これ経験値持ってる敵と持ってない敵がいるのこれ。わからんけど。オッケー、しばらくは。ここに男子トイレあんの？変わってんね。回数がそもそも違うって？ハンマー。必要になったトイレに来よう。お、使える。まあ、武器ではないってことか。なんで男子トイレにハンマーが置いてあるんだ？それもそれで不思議。教室、弓があるね。やだやだ。弾の補充だ。矢は1個落ちてる時に15本落っこってるから、結構手に入ってくるかもしれん。反対側に出たよねこれ。多目的室か。鈍器があれば早速。じゃあハンマーじゃないかこれ。うん、ハンマーを持ったからといって移動が遅くなるというわけでもなさそうだな。よかったよかった。力を使うのはあまり好きじゃないけど、中二的な発言だ。
捉え方によっては。破壊、壊せたね。立てかけた。いっぱいいるな。ショットガンの弾？学校に？ということはショットガンがどっかにあるってことだな。科学室の鍵を手に入れた。すげえ、ショットガンあるのか。経験値が低いなぁ。これは？飛び降りるのはちょっと怖いな、今。今やめとこうぜ。チーズ味。技術室か。科学室ってのがどっかにあるはずなんだな。欲しいなぁ。なんかなぁ。鍵。銃。銃が欲しい。いや、でも弾もそんなないか。ハンドガンを。なんだこいつ。早いぞ。イエーイ。マップだ。一人超足が速いやついた。あ、で、一周してくんのか。で、3階ね。科学室は3階か？いけないね。ここだ。お、矢があるぞ。どいてくれ。まあ、倒す必要もないんだろうけど、スキルっていうのは、覚えるスキルっていうのは気にはなるんじゃないけど、レベル1上げるのにこれすげえって感じからぞ。レベル7かな、これ。一生上がんねえかもな。鍵がかかってる。ここだ、1A。せや、1A の鍵って持ってたんだよな。全く持って忘れていたよ。美術室の鍵？鍵が手に入ってくる。美術室は2階だったか？待て、まず3階を調べていこうか。は、早っ。ここあれか、アンチか。移動速度が速いやつがいた。セーブ。熟練って、1だよね。こいつ邪魔だな。お、錆びたバール。防刃ベスト。装備？回復効果が 10% 上がる。いいですね。そういうのもあるんだ。10% 上がるのはでかいよ、これ。包丁室か。鍵穴も壊れてる？これ3階のマップだ。ぐるっとしていくか。矢を手に入れた。まあ、机とかには何もないだろう。あったとしてもこういうロッカーでしょ。そこになんかあるな。入れる扉？これ。情報室。入れないね。上だ。ぐるっとしたかな。で、美術室が2階の反対側。1階にこれ降りるのもあんまり関係ないのかな。降りてみてもいいけども。
倒れてるやつがいるな。エアージャッキ、これはガッて上げるやつだな。重くて携帯は困難。軽く持ってるけどね。お、矢があった。うん、風景画を描いてる。倒れてますけど、行って。痛すぎる。お、結構回復するな。これ何？バールとか、バールは、これ武器じゃないよな。木箱の解体や、テコとして利用する鉄の棒。うん。これどこに移動するの？あー、ここね。結局、そこね。他なんかあったかな。ここは結局あれだもんな。重いものを持ち上げるのと、音楽室がやかってる。なんかあったっけね。記憶が。見たかな、なんか俺。なんもないよね、見てきた。ここは行ったんだ。科学室、ここもなんもないよな、多分な。教室だよな。ここも何もない。ここがこじ開けて入ったところ。じゃあ3階か？何かあるとすれば。鍵屋がないとかあったら校長室があったけどな。ここは鍵屋買ってる。薬品の金庫。ここも鍵が必要だ。で、教室は何もないな。何もないよな、この部屋もな。アンチも何もない。あとはあった校長室ぐらいか？邪魔だな。でも別に使えるものは何もないんだよな。ないね。情報室 1B。学食。使用済みだもんね、全部。書かれんの、これ。ありがたいね。全部使用済みってな。これか。成功な。おー、なんだこれ。ワンチャンが初めてオンラインしてきたぞ。
なんか、その射程は、あまりよろしくない。あと一発か？違う。こいつ、5発必要か。何？え、5発でも知らないのか？ 6 発？こいつも足が速いな。これが金庫の鍵。追われた時は調べられなかった。まあ、矢はいっぱいあるからな。これ薬品金庫の鍵かな？反対側。これかな？あ、これまた違う金庫？金庫違う。あ、ここに薬品金庫の鍵があったぞ。ここがあったのか。また別のやつ。で、3階だよな。ようやく見つけた。金庫はじゃあ、やっぱり校長室かな？そういうところあるとしたら。じゃあ多分、なんか、校長室に入るための薬品かなんか溶かす道具が入ってんじゃないか？強酸、起きたね。ってことは、これで校長室に入れるんじゃないか？あ、だな、オッケー。流し込んだ。あ、いたぜ。お、ショットガンあるぞ。金庫の鍵持ってる。赤い本を手に入れた。ショットガン効いたぜ。来たな、ショットガン。弾20発か。まあ今矢でいいか。赤い本。これ何に使うんだ？モルヒネを手に入れた。モルヒネ？生命力10上げる。生命力全回復し、お、いいじゃん。使っとこう。なんでお前校長室にモルヒネ置いたんだ。お、なんだこれ。ああ、そこに鍵があるのか。ちょっと優しく動かさないと。すごい落としちゃう。ドロロロって。うん。職員室。1階だね。他は何もない？なんだこれ？取り抜けたの？机の上に乗ってるのか？ぐらいかな。オッケー、じゃあ職員室行こう。こっから1階に、ダイブして。これだ。ワンチャンオンライン？6発使うんだよな、こいつ。入れて。くそ、ゾンビに。あと1発。おめえも足が速いな、おい。音楽室の鍵を手に入れた。音楽室だな。他には何も。お？椅子の上とか乗るぞ、彼女は。ぐらいかな、あるのは。オッケー。音楽室だから上か。こっちから行けねえんだ。音楽室は2階だよな。2階セーブしようか。
熟練度、弓の熟練度は相変わらず上がらない。131か、残り。これレベル1上げるのも大変だな、正直な。そこら辺にいる敵倒しまくってようやくだな、多分な、これ。お、音楽室イベント発生。水出さん、お、いた。うん、ほおずきさんいた。動かないで。足の、右の足首折れてはいないみたいだけど、捻挫してひどく腫れているわね。その熱が全身に広がってる。本当ならすぐに集まってたけど。保健室へ行きましょう。足首を固定しないといけないし、薬もあるはずだわ。化け物に噛まれたりのような最悪ではないけど、この体調じゃ長距離の移動は厳しそうね。ここに逃げ込んで意識を失った時は怖くてもうダメかと思ったけど、助けに来てくれてありがとう、ほおずきさん。あなたには借りがあるのよ。それを返すまで勝手に死なれたら私が困るのよ。だから助けたのはあなたのためじゃないわ。それでも私は嬉しかったんだよ。だからやっぱりありがとう、ほおずきさん。出れた。もういいから、肩を貸すから保健室へ降りるわよ。うん。まあキャラとか名前は同じだけど、また人格としてはまた別なんだよね、このほおずきベガさんはね。前やったね、サガイアの死神とは。うん、まさか本当に助けてくるとは。ふん。何？見張りだよ。君の繋いだ通路からゾンビどもが降りてこないからな。それはご苦労様。そこに立ってられると邪魔だからどいてくれる？その前に少し話がある。言っておくけど彼女は構えてないわよ。疑うなら。そうじゃない、柳井様。私と一緒にいた男が、君が無事に彼女を救出できたのなら話がしたいと言い出してね。私はその見張りでもあったのだよ。そう、じゃあ伝えておいて。私は話したいことなんて何もないって。っていうか話がしたいなら自分で来い。そう言うな。これは君や、そこの彼女のためになる話でもある。聞かなければ必ず後悔するぞ。嘘を言ってる様子はないわね。いいわ、彼女を保健室まで治療したらここへ戻ってくる。それでいい？ああ、それでいい。私も柳井様を連れてこよう。それと、話を聞くのは君一人だ。なんだか気な臭いわね。いいでしょう。ほおずきさん、ゆうせさん、大丈夫。私に任せて。うん、わかったよ。こなしちゃ足で待っといか。それじゃあ後で。ああ。とりあえずこれでいいわ。ありがとう、だいぶ楽になったよ。それじゃあ私は話を引きに行ってくるわ。ミューセさんはここを動かないでね。うん、気をつけて。何か嫌な予感がする。ええ、嫌な予感が私もするわね。プンプンとってな。自動で行っちゃうんだね。それで話とは何かしら。ふん、この足を持たせるとは。何様のつもりだお前は。私に有益な話がないのなら戻るわよ。くだらない奴あたりに付き合うつもりは毛頭ないわ。貴様、柳井様、お孫さんの命にも関わることですよ。で、結局、私に有益な話はあるの？あるさ。単刀直入に言うと、友人を保護した君の腕を見込んで、柳井様のお孫さんも保護してほしいんだ。それ、私にも有益ってことは、見返りがあるのよね。言っておくけど、金や物じゃ動かないわよ。見返りは、君と友人の命だ。何ですって？少し説明しよう。この事態が起きた原因は、天職山の付近にある、アスミ製作、製薬会社、その地下にある研究施設から、とあるウイルスが流出したためだ。そのウイルスが、島内に拡散した結果、このような事態となっている。それで？この研究には、国も関わっているんだが、もしもウイルスが流出しこのような事態となった場合、当該へウイルスが広まらないよう、この島は地図からなくなることにもなっている。
滅菌作戦と称されるものだ。無論感染しているかも知らない島の住人たちも一緒に蒸発してもらう。もし逃げ延びた者がいたとしても、この事態、つまり政府の不手際が広まらないよう死んでもらうことになっている。それが事実だとして、どうしてあなたはそれを知っているの？簡単だ。私はその研究所で働く研究員の一人だからさ。普段なら絶対に死んじゃないけど、この状況じゃ。なるほどね。この島は周囲20キロにも何もない。仮にこうなっても、お帰りも対処しやすい。でも、だったら人里離れた無人島でも研究してればよかったのに、どうしてわざわざ友人の島で。本当だよ、最初そう思ったな。ま、便利という点はあるが、もしかするとこの事態を起こすためかもしれないな。どういう意味？あの研究施設を作る当初から、この島の住人や動物を利用して大掛かりなウイルス感染の実験をしたいもの、または組織がいたか、またはこの事態を利用して政府などの失脚を狙うか、あるいは国自体の失脚を狙うか。例えばキリがないよ。疑えばね。こんな事態でも誰かが得をするか。ふざけやがって。おい、話がずれているぞ。失礼しました。話を戻そう。こちらの柳井様はこの研究の最大のパトロンだ。政府はおろか諸外国にも多大な影響力を持っておられる。故に柳井様がこの島にいる限り、滅菌作戦の許可は下ろせない。滅菌作戦の発動は柳井様とそのお孫さんが救出されてからになるだろう。そして今頃は国の特殊部隊が柳井様とお孫さんの身柄を保護するために軍用ヘリでこの島へ向かっているだろう。つまり私たちはここで発見されるまでどうにか立てこもればいいわけさ。腐りきっているよね。しかし問題があってね。柳井様はお孫さんを連れてこの島へ視察へ訪れたのだが、この事態が起きた時お孫さんとは別行動をしていてね。もちろんお孫さんも保護される対象だが、こんな状況だ。安全を確保できるのなら特殊部隊より1分1秒でも早い方がいい。そこでだ、見事に友人を保護した君の腕を見込んで取引がしたいのだ。こちらが指示できる条件は、提示できる条件は、先に言った通り、君が柳井様のお孫さんを無事に保護すれば、君と君の友人の命は保証しよう。生き残りごとこの島を消し、奇跡的に逃げ延びた人も殺すと。随分と人たらしの話ね。それを平然と話すあなたも大概ね。これまでの君の行動を見る限り、君の性質も私とそう大差ないと思うがね。クズの命など文字通りゴミでしかない。わしには何ら関わりがないわ。一つ聞くけど、孫とやらがもう死んでいたらどうするの？その時はこの話はなしに決まってるだろ。もう一つ聞くけど、その話を私にして、あなたたちが私に殺されるとは思わなかったの？思わない。君は、自分に関係のない他人がどうなろうとも、己に有益な話になら受けると思った。いいわ。ただし、約束を破ったらひどいわよ。わかっている。君がお孫さんの身柄を手中に収めている限り、我々も下手な真似はできないさ。いいでしょう。取引成立ね。それで、あなたの、孫はどこにいるの？名前や年齢、特徴は？名前は、柳井誠一、10歳だ。天草新町 2-3-1 に立つ、なんて読むんだろうな。インハタ旅館。303号室にいるはずだ。これが孫の写真だ。まあ、旅館にいるのな。うん。孫を無事に保護したのなら、貴様ら二人の命は助けてやる。だから必ず保護しろ。いいな。わかってる。あなたが約束を破らない限り、約束は守るわ。ふん。これは、孫が死んでいた場合、立ち回りを考える必要があるわね。まあ、生きていた場合もだけど。まあ、それがわかっただけでも、有意義ではあったわね。では、水瀬さんだったな。彼女は購買部で預かろう。柳井様と一緒にいた方がいい。え、わかったわ。そういうことですね。外へ行くんだってね。え、どうしても外せない用事ができてね。私もついていきたいけど、同じし足手まといだね。そうね。だから水瀬さんはおとなしくここで待っていなさい。うん、はっきり言うね。そういうところ嫌いじゃないよ。気をつけて行ってくるんだよ。ええ。うん。へいへい。
本当嫌な視線ね。何を考えているのやらってな。こう回んなきゃいけないのか、また煩わしいな。ここは職員室で、セーブポイントは向こう側だったな。OK。はい、というわけで、じゃあ今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。